これは人気声優4人がとある学校で試練を乗り越え、お宝ゲットを目指すドキュメントである。面白かったか。前回最終試練のサイコルトーク2で余裕のクリアかと思いきや、6お願いします。え、1点。こうなったらみんなの前分を聞きたい。あっと、惜しくも1点足りず、もう一トークすることになったんだよね。最後のキーワードは一体何なんでしょうか。じゃあ今回はね、もう誰のテーマトークということではなくて、はい、みんなでこのお題を話ししたいと思います。はい、はいはい、マイブーム。こうじゃない。あ、カメラ止まる、はい、圧倒的に、うんうん、最近の流れでいくと、そうですね、人狼ゲームですね。そうですね。このロケ、あの日曜日に1日がかりでやってるんですけれども、はい、朝がとても早かったので、昨日前日入りであのホテルに泊まって、はい、人狼ゲームを夜な夜なやっておりました。そうですね、はい、あれ初めてだったんだっけ、人狼ゲーム。初めてでした。ルールもその時初めて教えていただいて、ハマるって気持ちが分かりました。なんかいろんなところから人狼ゲーム面白いね、人狼ゲームやろうよって話を聞いてたんですけど、うんうん、そんなに面白いのかなみたいな、人を騙して面白いのみたいなのがあったんですけど、ね、でも騙すの楽しいですね。でもこれのさ、ゲームをあのこの進撃の巨人にも活かせそうだよね。そうね、うん、巨人は誰だゲーム。そう、この中で1人2人と殺されていき、うん、犯人巨人を探せというゲーム、いけそうな気がする。ちょっと、うん、ぜひね、なんかの企画で作っていただいて、うん、それこそこういう形でね、うん、またみんなでできたら面白いですね。うんうんうん、まああくまで勝手に話してる話です。そうですそうです。さあ、この話聞いてジャッジって何なの。1点取れば最終試練クリア。結果はダン。おお、10点。犠牲、全員元気でいい、全員最高。やったー。よし、では最後のキーワード重要です。卒業証書みたいな感じがありますが、やったー、ありがとうございます。というわけで最後の文字は裏側でございます。はい、運命を作りし偉人の肖像の裏側、ここにおそらくあの宝箱の鍵があるということで、僕たちこの運命というキーワードにちょっとね、はい、ピンとくるものがございますので、今からそちらに向かいたいと思います。この完成した石板が示す宝の鍵の在りかとは、皆さんはお分かりですか。完成した石板を頼りに4人が向かった先は、以前第2の試練で訪れた音楽室。あ、箱があるよ。あ、本当だ。あ、あれ、こんなところに移動してきている。あとは宝の鍵の在りか、それは4人の予想通り、この運命という文字が最大のヒントだったのだ。ここに5枚肖像画が並んでおります。運命といえばやはりベートーベン。はい、ベートーベンです。いいんですか。というわけでベートーベンの肖像画の裏を見てみると、エレンが首から下げてるような鍵がかかってました。本当、地下室の鍵みたいですけども。本当ですね。見事鍵を発見し、いよいよ宝の箱を開ける時が来た。じゃあそれでは開けちゃおう。はい、行きます。ドキドバクバク。あ、あ、開いた。開けた。よかった、よかった。それでは宝箱オープン。おお、なんだなんだ、何、封筒。入っていたのは封筒。恐る恐る中を見てみると、すごい、何、あ、巨人中の、あ、すごい、中川先生の直筆サイン入り色紙。すごい、すごいですね。嬉しい。まあもちろんエレン、梶由紀さんへ、そしてお、三田さん、石川さん、ゲームクリア、 おめでとう。メッセージまで。そして井上真理奈さん、はい、むにゃむにゃ、お、おめでとう。かい。そして、やったと。かわいいですね。かわいい、はい、ありがとうございます。みんな
よくやった、感動した、おめでとう。さあというわけで、うん、3ヶ月も皆さんこの茶番劇をご覧いただいたということでね、ありがたい、まあ、そんな皆さんに、ね、メッセージも込めて感想を、じゃあマリアちゃんからお願いします。はい、いつもは大体こう幼馴染3人で行動することが多くて、そうなんですけども、あの今回はベルトルト役の橋爪さんも一緒に仲間に加わって、こうみんなでワイワイ楽しく、まあ遊びではないですけれども企画ができたことがすごく楽しかったです。まだまだこれから先、進撃の巨人まだまだいろんな展開が待っていますので、これからも応援よろしくお願いします。アルミ役井上まりなでした。3ヶ月にわたり皆さん見てくださってありがとうございました。なんかこんな中学生のような体操着を着るのも久々だし、はい、いやこんな学校に来るのも本当に久しぶりだし、自分もなんか中学生に戻ったような気分でできたのが楽しかったですね。しかもこうまだアフレコはこの段階では終わってはいませんが、きっと最後まで中学生の気持ちで全力で演じきれているんじゃないかなと期待してるよ自分。自分へのメッセージ。こういう格好をしてこういう学校に来るっていうのが本当に久しぶりで、まさかこんな体験がこの年になってできるとは思わず、本当になんかいろんなことが楽しかったです。あっという間に過ぎて、最後にはこんな絵までいただけて、なんか僕はひょっとして今日遊びに来てしまったのかなって、こう錯覚してしまうぐらい楽しかったです。巨人中の方はまあ今日で最終回ということでございますが、なんでしょう、こうパロディコメディにもかかわらず、本編以上に声を枯らして熱く、みんな収録してまいりました。なんか本当にこう細かいところまで、こだわって、絵も含めてですね、そういうところまで含めて、愛情を持って作られてるんだなっていうのを我々もこう収録しながら強く感じておりましたので、皆さんも楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。というわけで、最終回まで皆さんご覧いただいて本当にありがとうございました。これからも進撃の巨人作品全体をよろしくお願いします。またどこでお会いしましょう。バイバイ。コングラチュレーション。